真ん中食ってるかな。なんか変なの引っ張ってる。ダメです。風は？いやー、なんかちっこいのもないっすね。風も強いわ。風良いわ。いやー、まあこんな日もあるっすよ。昨日あれ、はい、俺ここで水濠行くって言って、はい、キッカから来たって言うからなら、やる件がついたりゃ、うん、な、今から私も餌場海外行ってきますって言うしか、うん、来てから2本1本目は投げて2本目、うん、投げたとすぐに箱根来た。50過ぎの立派ですね。ほんだけん、あ、これタモイズソーチ言うたって、ほんだけんほんで、車、あ、車積んでますって言ったけんが、うん、の、ウィリチェロで言うしから、へえ。
イリシあげちゃった。自分も釣ってみたいですね。生後はあるんですけど、ちっちゃいのは。ほう、結構はくなくてよ。今来とったろうが、うん、うん、これ持ってきたよ。そしてね、あるいはこの間売り上げ売った時に、すこげだ。うん。まあ、タモが出そうです。車だけがタモ出しなしないって、売り上げ売ったりはすこげだ。ああ。あるいは50あるかなかかぐらいだったろうしゅうた。お。なんか当たったけど、続かんのよですね。ハゼじゃん、ハゼやと思います。ハゼはうまかったの。いや、ハゼ美味しいですよ。自分で料理するやん。します。ハゼは、やっぱりね、ハゼは鱗取ってから頭を落としてから背割れして、はい、頭骨取って、そしてそこまでしっくさが母ちゃんの天ぷらしてな。なんかついてる？お、いや。これ取られただけですね。まあ食い込むまで、うん、早合わせでしたね。もうちょっと待ってやった方が良かったかな。自分あの石持ちを釣りたいんですよ。石持ちを、鈴木より石持ちの方が個人的には好きなんですよ。愚痴でした。はい、あれが初めて向こうの対岸でこれ釣れて、初めて食った時あのもう目ん玉が広がったっていうか。いや、ここら辺でもね、はい、これも食っとるの。います。食いたいですね。やっぱりあのブチはやっぱ、はい、今あれ潮の時期もあるばってんが、あの、はい、なんか海苔が走っとんとか、海苔、海苔、海苔の消毒かなんかしようか。ああ、向こうの方で大きい上がるの少なかろうって言う。ああ、やっぱ影響あるんですね。昨日も上がって、昨日も一昨日も上がってって、うん、こればかりは分からん。こればかりはね、うん、お魚さんの機嫌次第。くれた時は儲けもんって言われた。そうですね、ありがとうございますですね。俺が1日500円がしか餌こちゃこんけん、うん、で500円で、まあ、今日は お友達が持ってきてやるけん。ここの魚は美味しいです。あの緑川の本当にうまかったね。ここのはうまいです。俺はもうそれけんね、ハゼもね、ここで釣んなら、お前を落とし込んで釣んなら釣るって、うん、バッテンがガタじゃけんが、うんうんうん、で投げて砂地で釣る、うんうん、みんな言わ、うん、ハゼは手前はすっくしょが釣るって言って言わす、バッテンが、うん、そっじゃなかった。砂地のとこで釣ると、うん、ハゼも全然黒くそんなかも、うん、それで投げずりがすっと、うん、投げずりすっとね、ここで、まあ去年なんて、おととしだこの、くす、くすぐらいのヒラメも来たよ。ほう、すごい。あげたんですか？あげたんですか？ここ2匹、この時は、ちょうど1億ぐらいの人が2匹。へぇ、ヒラメ。いや、前はね、ここに砂揚げってしか、砂揚げば揚げました。だけど、船は大型の船に入るって。で、そこに、そこはほう掘り揺らしたの。あ、だけど、もう掘ってしまうと思うんだけど、うん、よかった。不幸なって、うん、餌もあれするけんが、あ、ものすごくここ詰め寄ったっす。
風の2、30度で何のことなく落ちるよそうすると西洋なんかでも17、18ハクラも釣りよったし、もうやっぱハクラ、すみません、船が入りよったし、その件ほらほう大型船が入った時に切断さすとのですね、タイヤ、はい、ハクって何ですか、ハクハク、ハクさ、魚の名前っぽいんですけども、ハク、うん、なんか白なんとかって何だったっけ、この辺であの西郷の人数のハクラ、ハクラ、うん、っていうんですね、鈴木、はい、だけどこの辺ではね60センチぐらいまでじゃね、ハクラでしか言わせたもん、あ、要は西郷、ハクラ、鈴木、船は、なるほど、そしてあのハクラも、うん、40から60ぐらいまではハクラ、うん、まあ、65ぐらいになったそれが鈴木っていうこと、まだ65でも人によっちゃハクラと言わせて呼び方に違う、鈴木生後復興ね、うん、いる場所によって違うでしょ、うん、俺がもう50センチ越すなら鈴木だもんな、うん、大体なら、うん、店で売ってやったわ、いや、まあ日本中大概のとこはそうっすね、この辺ではもう60まで隠れだ鈴木で弱さも昨日ね、昨日というかあの先日ね、あの橋のところあるじゃないですか、真っ向まで入ってやってる人がいてやべえなってあそこはね、はい、あの電気の明かりのついた時の方が帰ってくる時ある、あー、そうなんですね、うん、そこ船があるけんがほう、はい、スニーカーバッテンがみんな入っちゃう、今来とったの、うん、昨日生後4つどこです、そしたら生後も来てからあとは頑張る、うん、頑張が4つ頑張、うん、頑張っていうかあのフグ、フグ、今のとは昨日はゴマフグばっかりやったし、うん、それも持って帰るんですか、空室は持って帰らんすよ怖いな、ね、自分で食うときや、うん、買ったりは頭からこうして顔がむくどは、はい、こうしてきれいにやるしからね、身だけ食う、ああもう内臓、あらゆる内臓もう内臓は食わん、絶対おども食わん、うん、身だけはこうすして刺身にして、ほら動くた確かに酢でやられんけんが、うん、人にやっとせがいかんけん、酢他の人にやっとせがいかんどうが、ああですね、あの人からもろしから当たったとか言われてせがいかんどうが、うん、で自分で食って死んだ時はそんな感じだよお？次は男ね。いやいや。あのね、トラなんかでもコンクリートはもうみんな、うん、持って帰りますか。まあ確かに。好きな人はね、うん、みんなからモルス帰って。おお。モルス帰ろ。今んごすみんなして寄ってくるとかオルガニキも。これ顔じゃん。フグか、みんなが愛して空気が、川もダメだ、川、ほら川は食わん、川はダメ、川はもう向いてからそのまましてから、うん、あとは身ばかり、身ばかり、あともきれいに身だけあれはあの天ぷらにするいう人もおらん、もうここら辺の人たちはもう知ってらっしゃるみんな不元して食わん、おろちからすぞ牛なすなって服のすれとーって言うとそれが、うん、牛んどいてもろちかえるけーって言うか自分はあの出身大阪なんですけど、出身が大阪なんですけど、あのフグのお刺身のことテッサって言うんですよ、いや自分で釣ってから自分で料理して買ってみろ、うん、そのテッサの由来っていうのが鉄砲なんですよ。だから当たると死ぬっていう。
怖いけどちょっと挑戦してみようかなっていう気は湧いてきました。いやいや、なんで挑戦してねえか。うん、ですよね。今日何殺してや。うん、夜2人3人、南様3人、漁協まで来て、大田頃まで来たけん、もう5人殺さん、俺が寄ってきたら、うわ皆さん釣りはされなかったんですね。あ、今だ、もう帰った。あれ、今昼から仕事のあるけんちですから。あら、俺もあれが後輩でけんが。うん、もう俺も今度は5日間仕事のなかったもんだけど、毎日言う。だーり、かり、かったり来る。寄ってくる。なんか、お優しい感じの、お優しい感じの方なんで、多分皆さん。いやいや。寄ってらっしゃるんじゃないですか。なかなかね。俺も昔張り寄ったけんが。うん、待って、もう年取っていくとせいや優しくなってくる。うん、まあですね、まあ自分もそうです。もう俺も70歳だけ。それでもう仕事のあった時は仕事行って、仕事のない時はやんして遊びが来ると、うん、でやんしてと、これが一番楽しみだ。で、夕方帰ると、まあ、夕方じゃなかったんだけど、今日はちょっと早めに飯食いげっかな。うん、ここね、自分、まあ、3回ぐらいしか来てないんですけど、揚げんときは結構いいんですよね。大体ね、ここは、揚げが良かろうって思ってね。あ、そうですか。鮭はもう、ハゼとか揚げん細かさかな。うん。うん、昨日も結果から来たとか、もうちょうど俺があれしたばってんが、うん、4時20分ぐらいだったかな。4時ああ、上がってきた。ちょっと上げ始めから、うん、箱根来たってんが。いいですね。俺がその前に小生子が一丁、小生子が一丁したもん。その前見よってからな、今から餌買いに行ってきます、うん、そして帰ってきてから2本目ば投げとってっしょ。うんうんうん、バシャーって言った。なんか大きい生後釣られたことあります？でっかいスズキ。うん、昨日とか50腰を立て、今お俺釣ったところはもういいから。皆さんやっぱり食うんすか、逃がすんすか。あ、逃がすんすか、食うんすか。持って帰るよ、みんな。やっぱりですよね。この辺はみんな持って帰るよ。ここの魚は本当美味しいですよね。ルアー引きは別かもしれんばってんが、うん、この辺はもう本当持って帰る。うん、自分いろんなとこ行ってるんですよ。あの緑川のその六円門って言って、まあ淡水と海水が混じり合うようなところ。この辺も増えんだろうわ。うん、まあここもそうなんですけども、それの人工的な言ってたんですけど、そこの魚はもうあのやっぱね、緑川は俺もあのうなぎ釣り、うん、行こう行こうと、うなぎ祭り、うん、わてはね、やっぱここら辺の川のあのあれと違う。違う、全然もうなんかここはもうすごい釣ったってはうなぎでも、うん、もう遠投して釣るけんが別かもしれんばってんが、うん、流れにゃおるけんが、うん、あそこへのさ、どっちかというとガタクサかもね。うん、なんかあのもうそれ系見とるかは全然過去なかった。なんか白川も行きよったっすよ。あ、ですか。うん、白川もね、最近は綺麗になっとる。ああ、そうなんですね。前は白川もほう行っときゃ火山灰とかいろいろで、うん、あれしたろうが、うん、わってんがね、まあ白川もよかん。うん、だけど緑川よりか白川の方がよかよ。あ、そうですか。うん、けど自分なんかで結構あちこち行ったけん。まだ若頃はね、はい、この牛深まで行けた。牛深、
どのあたりですか。お仕事か。うん。さつきとか。ああ。海水浴場。あれとか天津のあの今あの俺がいとこがおった県が。はい。あそこへ行けた。俺息子も行っときゃ、うん、イカ釣り行けた牛深あたりまで。ああイカ釣りもやってみたいですね。水イカ釣り。ああ。あの亀山奥さんの方はね水イカよりかやっぱ小イカとかあげんとこの方が多いかもね。牛深まで行くとだけ水イカが釣るって言って。だけもう待ってもう息子も嫁さん持って孫があの、まあ、俺イカリ言うと孫持ってる。子供ができたけんがもうあんまりいかんことだ。下息子は全然いかん。ああ。前は釣りしよったばってんが。うん。下息子はもう魚もこんなことだ。今下息子も嫁子持てて言うばってんが持たん。41か。あくって42になるかっていうゴルフどうしてけ、ゴルフ、東京エレクトロン、あ大津の、大津の、大津っていうか、あどうテルではないです。ソニーの方です。あこに、うん、仕事行きよってんが、すごいですね。嫁子がモテちゅうかって言われた。もうあとは保険長男の孫二人娘ばっかじゃけんが時は何かわからんもって、もうその前には俺が死んどる。下げはダメっすね。わからんね。うん。まだここはここあるけんが、ま、もう一度それがちぎっと砂地に出てくる。それがこっちの方向がいいんだ。うん。もう一度ちょっと見て。はい。潮止まりかな。終わったらちょっと当たらんね。っていうことは逆に言えばルアーにとってはいいのかな。
うわ、セゴがおる。こんな浅いとこ泳ぐのかな。スルーされていった。セイは確認できたわ。こう浅いとこ泳いでんだな。ラッパラッパなー。